はい、2024年4月ですね、4月4日木曜日夕方の5時13分です。はい、こんばんは。はい、火起こしはもう終わっています。はい、でお湯割りまだ飲んでないですけど出来上がってます。あれもまた沸いたんじゃないですかね。焚き木で今日は炭がもう少なかったんでね、これだけしかないんで、ちょっと焚き木メインでねやっていこうと思います。はい、でこれはたたきです。で真空パックのたたきをハサミで直近してここに置きました。これはおととい買ってきたタケノコとタラの芽の天ぷらですね。はい、では早速食べましょうかね。タレはねこの辺に置いてあった適当なタレをかけました。鶏のたたき大好きです。うん、まっまいう。天気曇ってます。はい、今日雨降るかなと思ったんですけど、明日の深夜頃から降り始めるみたいです、天気予報によると。ウグイスが鳴いてるのが聞こえますな。拾えてるかは分かんないけど、はあ、熱い。うん、じゃあ今日の日経平均株価はね、4万円を一時上回って4万200円までつける場面もありましたけど、まあ大引けにかけて市場が終わる直前にかけてね売られていったんで、また4万を割って3万9700何歩で終わりました。うん、ただ前日比としてはプラス300円ぐらいなんでね、まあプラスで終わった分はいいでしょうということで。もしかするとまだ売り切ってない機関投資家がいるのかな。年度の初めとかはね、利益を確定させる大口投資家、機関投資家って言うんですけど、そこのね売りが出やすいらしいんですよ、利益を確定させるために。まあまたね明日図書館に日経新聞読みに行くんで、そのお便りのことはねなんか記載があるでしょうから、そこら辺から学んでいきたいと思います。それだけはどんどん入れていかないとね、消えちゃうからね。ただもうある程度下で炭みたいになっているやつもあるんで、高温の炭みたいにね、そういう状態になったらこの天ぷらを入れてあげればね、天ぷらがいい感じに温まると思います。ただ直火はね天ぷらきついんで、直火のうちはまだ置きたくないですよね。今先物上げてんのかな。まあこの時間の株先物がね上がろうが下がろうが、アメリカ市場が開いた後次第っていうところはありますけどね。SBI 証券パスワード変わったんだ。何だったっけ、記号の入力の仕方が分かんない。入力ミスしてますね。これどうやって記号を出すんだ。あった、ここか。
取引パスワードか。入力を単純に間違えてるわ。取引パスワードじゃねえわ。ロギンパスワードだ、これ。こっちだ。はいはいはい。やっとログインできた。先物は、まあ、上がってるとも下がってるとも言えないけど、大引けの時よりは上がってましたね。まあ、アメリカ次第です。アメリカは昨日、昨夜はダウは下げて、ナスダックと SP500 は若干上がってた。ダウも若干下げの、ナスダック SP500 も若干上げぐらいでしたけどね。あんまり動きがなかった日だったみたいです。はい、おいしい。じゃあ、タラの芽ちょっと。ちょっとだけね。これくっついてる？タラの芽。春の、春といえばタラ。キャラといえば春。これがタケノコちゃん。宮崎市内にあるね、前田ストアってとこで初めて行きました。2パックでね、惣菜が540円でした、はい、なかなかいいんじゃないですかね。あのスーパー美味しかったっすね。もう一つは麻婆茄子を買ったんですけど、そっちも美味しかったですね。この動画上げてないな。動画は撮ったのに。はあ、美味しい。やっぱりまだお湯割りがいい季節ですね。何度ですか？七輪の横だから27度あるのかな。今日は焚き火なんでね、火が炎症してるんで、あったかくなりやすいんですよ。炭火と違って。まあ炭火ももちろんあったかくなりますけどね。燃えてるは燃えてるんで。燃えてないわけじゃないんでね。あ、やっぱり炎症が早いですね。焦げてます。直火強めなんで。お水ちゃんも沸きましたね。もうちょっと足しましょうか。せっかくなんで、まあ、今日は叩きがメインなんでね、そんなに炭を使わなくても大丈夫な。これとこの2つだけで当てとしてはもう十分かな。あとは食べない気がする。もう一つあるんですけどね、いいのが、はい、これは昨日買ってきた、一昨日か、今日4月4日、あ、一昨日買ったけど1日賞味期限、あの日に切れるわけじゃなかったんだ。一昨日買ったやつです。カニ福の明太子、イオンで買ってきました。税抜き480円が半額でした。まあだから250円ぐらいでしょうかね。260かな。250何円っていうところで、やばい、燃えてる。やばい。さあ食べていきましょう、タラの芽。タラの芽ちゃん。タラの芽横。なんてね、しょうもないことを言って行ったり、行かなかったり、いただきます。うまっ。うまっ。なんとも言えないおいしさ。今日は親戚のおばば様の家はカレーライスを作るって言ってたんで、まあ、差し入れは不要でしょうということで、生持っていかなかったです。なんか、魚とかね、魚と味噌汁とかだったら、この天ぷらをね、七輪で焼き直して、あと、明太子も一本ね、焼きたらこにして差し上げてもよかったんですけどね。焼きたらこは明日の朝、もしかすると、私が早起きしたら、持っていくかもしれない。最近5時過ぎてから、いつもはね、3時半とか4時とかにお酒飲み始めてたんですけど、最近はね、5時過ぎてることが多いんで、私も起きる時間が遅かったりするんですよね。普通に9時とかに寝て、9時、10時に。で、4時か5時に起きて、そこからしばらくダラダラしますからね、布団の中で。
タケノコも美味しかった。はい、じゃちょうど10分になったところでね、今日の晩酌はまだ続きますけど、動画的にはここら辺で終わります。はい、ではおやすみなさい。